どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、春ね、近畿、四国大会ね、準優勝のね、尽誠学院がね、ちょっとね、今日ね、もう初戦でね、敗退したということで、これはね、もう動画にね、しないとダメということで、ちょっとね、それでなんでね、負けたのかとかね、どこにね、負けたのかっていうね、話をね、ちょっとね、していこうかなということで、負けたのは、丸亀高校って言って、もうほんまにね、正直な話、丸亀高校と、人生の差といえば、もう春とかの試合で言っても結構な大差で、秋かな、秋に丸亀と、人生って当たってて、それもね、5、6点差ね、つけて、人生が勝ってるんですよ。で、今日のね、試合ね、蓋を開けてみたらね、なかなかね、人生学園がね、サヨナラ負けをしたと。で、まずね、言いたいのは、やっぱりね、このね、大会、この低反発バットになってからの野球っていうのは、今までのね、常識が変わってきたっていうね、話もね、よくね、してると思うんですけど、公立高校とか無名校が倒すのは、もう結局これしかないなと。強豪校を倒すにはね、結局このね、ずっと粘って、ロースコアで粘って、相手もね、人生も、ほんまに、強豪校やけど低反発バットに変わってるんでなかなかね打てない。でその中で、ずっとねこう我慢して我慢して、ほんでね、9回裏とか、ほんまにね最後の回で1点ね、ほんまに儲けとると、そのね野球がね、できたら僕はねこの公立高校とかもうほんまにね無名校でもやっぱりね、いわば四国準優勝ですから、阿南光ね選抜でもね、大阪桐蔭にも勝ってる阿南光に勝った、人生学院が、このね、序盤でね負けるっていうね、ほんまに夏はね何があるかわからないって、ほんまになんて言うんですかね、もう言い出した人はねわかんないんですけど、ほんまにそれはねもう的を得とって、ね、もうみんながね今年はね高松商業か、人生やなってね僕も思ってましたし、なんなら人生の方がね有利やなってね思ってたのに、蓋を開けるとね、この結果っていうのが、やっぱり僕はやっぱこの香川県の野球ってよりか高校野球全体にね言えることで、やっぱりこのバットが変わってからっていうのはほんまにね、公立高校からするとめちゃくちゃね有利、今日もね横浜高校と、あれどこやったっけな、湘南高校か、がね試合やってましたけど、やっぱりそのね夏の10月とかやっぱりそういうので横浜ねピッチャーが良かったから、まあね、ずっとね無失点で抑えられてましたけど、シンプルにね結構ね僕はね危ないね試合やったと思いますし、あとね今日どこや京都聖書とね京都国際も春で言うと7対1ぐらいで、京都国際が勝ってたんですよ。でもね今日ね夏ね、実際ね蓋を開けると、まあ4対0ですけれども、なかなかね、ロースコアでほんまに終盤まではねもう1対0とかやったんで、ね、だからそれぐらい夏ってやっぱ相手のね守備も、しっかりね、まあ京都聖書はね3エラーしたんですけど、基本的にね、夏のね守備って、ね、公立高校とかはねあんまりまあなんか守備がね硬かったりすると、やっぱそこで、私立高校はねなかなかね、こう突き抜けない、なんていうんですかね、ほんまやったら相手のミス1個でそのまんまねバババーンってね、もう一挙、高得点みたいなのが、ね、できるんですけど、もうこのね、低反発バットに変わってからね、それもね、できないんで、だからやっぱりこの丸亀の、やっぱ、守り抜いたね、野球がほんまに、危機と出たなと思いました。で、人生学院はやっぱりこれで分かったのは、いかにね、やっぱりこう、守備力とか、やっぱそういうのがあっても、なんかね、最終的に点取るね、力がね、なかったっていうね、話ですよね。だから人生学院ってもともとね、そういうね、細かいね、野球をね、できるチームやったんですけど、そういうなんか、何をしてくるかわからんみたいなね、怖さがね、人生学院にはだんだんね、なくなってきとったんで、それが僕はね、かなりの範囲になったのかなと思ってます。はい、もうね、高校野球ね、盛り上がってきましたし、やっぱり強豪というね、強豪がね、かなりね、負けてきてますし、やっぱりね、そういう意味でやっぱり高校野球の難しさとか、なんかね、この夏がほんまにどこが出てくるか分からへんっていうのがね、身にね、染みた、試合かなと。じゃあもうこれでね、高松商業確定かとかね、高松商業か英明やろってね、言われてるんですけどもね、でももうね、そんなにね、またね、この高校野球って甘くないんで、香川県ってほんまに
ね、出場校も少ないですし、狭い中でこんなにね波乱が起きるってことは、もう大阪とか、ほんまにね兵庫とかもういろんなね、もういわばね大都市のね野球がね始まってね、ほんまに、ね、波乱がね起きまくると思うんでね、この夏ね非常に楽しみなのと、なんかバーチャル高校野球がねかなりね電波悪かったんがねちょっと腹立つなっていうのが僕の意見かなと思います。はいね、香川県ほんまになんやろう、高松商業のね、浅野選手とかが、おった時ってやっぱりね高松商業が一強になっていくんちゃうんかとかね思ってて、ほんでねその中でこうね英明高校が出てきたり、なんかこう香川県のね野球がやっぱりねだんだんで盛り上がってる中で、まあ今年はほんまにねその人生がね、今年の野球というか低反発バットに適した野球をねやるのがねうまいってね言われとったのに、やっぱこの結果っていうのが、はい、僕はかなり面白いと思いますし、この香川県の逆に言えばあの公立高校のね、皆さんとかあんまりね、なんて言えばいいんでしょう、チャンスないとかは、でも結局高松商業か英明か、人生やろってね思うのはねほんまにね、去年までで、もう今年とかからはねほんまにもう実際にね、この丸亀高校なんかほんま聞いたことない高校が実際に倒してますからね、人生学院ですよ、春近四国大会準優勝校を倒すってなかなかね快挙やと思いますし、やっぱりそこでなんかねなんて言えばいいでしょう、実際にこう勝てたチームがおるってことは、他のね香川県のチームももっと高松商業とかそれこそ英明とかの弱点とかをこう見つけてね、僕はどん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 ね勝っていってほしいですし、あの倒す可能性っていうのがもう去年の倍ぐらいあるんで、だからやっぱり高松商業とかね野球がねちょっとね雑とかね、だからそれこそ人生よりかはやっぱ高松商業の方がね点数入れやすいと思うんですよ。それはなんでかっていうと、人生の方がねやっぱね手堅い野球をねしてくるんですよ。いやけどやっぱりそのね人生がね負けたっていうのはほんまになんかもう衝撃とかよりか、やっぱり春のなんていうんですかね結果とか、やっぱり春勝ちすぎるチームって意外と夏負けてしまうんちゃうんかなっていうのもねちょっと思わせたね試合ですよね。なんかこう春ね勝てないチームの方がやっぱり夏ね、で実際にあれどこやったっけな、あの春ねそんなに強くないチームが急にね夏、それこそ稲部総合がね春ね強すぎて夏負けるとか、北海道もね北海高校がね、春ね強すぎて夏負けるみたいなんかね、結構これ流行りってよりか結構起きてるんで、だから春強すぎるのは意外と僕は良くないんかなと、はい、思いました。もうね僕はもうこのね2対1とかこのねロースコアで負けるのがね一番ね私立高校はね恐れてますし、やっぱりだんだん焦ってくるんですよね。だからその丸亀のピッチャーも全然良くなかったのに、やっぱりずっとね、点数がね入らない状態っていうのがやっぱり私立高校からするとものすごい焦りになって、やっぱ公立高校からするとものすごい勢いになるんですよ。だからやっぱこうね公立高校の勢い乗ってるね、まあ応援とか、その雰囲気の中ねずっとこうね守るってやっぱ強豪校からすると非常にやりにくいんですよ。なんかねやっぱそのよく言うんですけどボクシングとかでもね、あのやっぱりチャレンジャーの方がねやりやすいんで、やっぱりチャンピオンってねやっぱどこかねちょっとねかっこよく、強くね、やっぱそのね勝てるって言われてる相手に勝つってねほんまに難しいことなんで、だから逆に言えばこの公立高校はそれをね逆に生かして、だからねはめてね、低反発バットを利用して、スクイズとかそれこそね今日みたいにね、サヨナラのね1点をねもぎ取るね野球をすると、はい、もう今年の夏はほんまにどこかね出てくるかねほんまの意味で分からなくなるんで、だからこのね高松商業と英明も、香川県のねどっかの無名校がね、撃破してくれることを僕は祈っておりますということで、ほんまに高校野球ねめちゃくちゃ面白くなってきたなっていうのと、甲子園ねほんまにどこが出てくるか分からんなっていうのがねほんまに、今日はものすごい、思いました。はい、ということでね皆さんが思う香川県の、ね、野球ぜひコメント欄よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。お疲れ。